ターのお出ましだ。手袋履けばいいんじゃないか。緊張してるはずが。緊張するよ。熊さん手だもん。わかんない。熊さん手なのよ。なんで言ってるべよ。車がビタッと決まってね、こういうスピードが乗ってくると、この車はファファファしてハンドルがぶれないよ。なんぼ、あの、電子制御でもよ。あ、言ってないって、この車。なんで、対策としては、タイヤのサイズを変えろとかさ、こういう極心安定性を増すパーツをつけるとか、一個生臭につけろって言ってるわけ。それ、どこだったか最初から、最初から、この車。この一番安なんで、これはその、マジナガで使う専用だけよ。ランク上の車は、直線、ほら、その高速を乗っても、ビシッとこう、芯が決まってる。竹合わせが。安半で。マジの中、走る車なの。そうそうそう、ファミリーで乗るにはいいの。本当の、まだの、こういうところの、直線とか走る車で。タイヤが丸い。タイヤが丸い。やっこい。やっこいな。ふにゃん、ふにゃん。高い、ずっと高いタイヤだべ。サイズ、インチ、はい、インチアップ。なんで、今これ16インチって言うんだけども、1個上の17とか18にすると、こう、跳ねないわけよ。ぽよん。その代わり、こう、細けい振動が。これ、買うときに、ちりしたタイヤでしょ？うん。ここでいらんで。なんで、安い方は一番下のランクダウンタイヤが。これ。うん。水タイヤはどんな特別なアイテム？おー、ツーリング舞台だ。わわわわ。おぉ、ダサいな。ライトビルも違う。ライトビルも違う。やっぱそもそもここ風強いんだな。バイクが油に変わるよ。今でも感じてくる。これ、よく豚もんね。感じたもの。これだけ泡に巻いちゃう。よっしゃ。ほんと、トラック、トラック。あの、逃げたこと。いや、それから。すごいよ、この感じ。強い。わ。やめへん。死ぬよ。単独になったら安定したところだもん。やっぱあれ前の車の気流乱してたんだ。前の車を見ると気流が乱れるわけよ。気流風の流れが乱れる。今ほら単独だもんで、ハンドル安定したもん。F1 と同じですよ。エースもさ、前の車を見ると、あの、引っ張ってもらう代わりにこう風がさ渦巻くわけよ。今ほら単独だもんで、気流の乱れ、なんかこうスタッとしたり、ハンドルが安定したもの。わかる。やっぱ同じなんだな、レースとな。レース間も普通でも一緒だって。気流の乱れは大事だけなんですよ。その代わりさ、単独だと自分で走らないんで、ガソリンくらいに。さっきの状況だと、ほら、文字通り前の車に、牽引してもらってるんで、ガソリン、ちょっと食わない。それが、レースと一緒。スリップストリーム。スピードつけたいじゃない、あれ、3人で走られる、ね。はいはい。そうそう、一緒一緒。あれと一緒。先頭使われるわけよ。そうそうそう。それそれそれ。2番、3番目いいんだって。あんたあれ、交代で入れ替わるのさ。何つけたっけ、あれ、3人で走るの。そう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 、それと一緒、同じ原理。スピード、スピード、スピード、イエス。今、前の人が一番大変だなって言ったの。イエス。風が当たって。優勝者いた人がいたって。まもなく終点でーす。あれ、どうなったか。あれ、終点なかったか。あれ、道路できた。あれ、あれ、前はそこに泥なかったのさ。あれ、これどこまで行くのべ。地図にねえもん。前いつもさ、ここ曲がってたのよ。そうそうそう。で、そこに線路があるわけよ。あれ、これ行っちゃうと、行っちゃうんだよね、これ。だから、あれでさ、あそこさ、なんだかさ、蟹田の役所なの、この辺が。
でもこれそこで終わりだったんですよ。いや本当になかったんですよ。なかったって話で。もうなんだこの役所学校。だどっちも小学校。だべ。うん。役所って。学校だべ。おお。そこが浜田小学校。バイパス。うん。あったんだ。橋ができたんだ大丈夫。あでここは一緒だ、ここまでだゴール、ここで終点でーす。あれあそこ川ってカニタの川川って川川って川ってこれカニタ川、カニタ川あでここが気立つしょ、あ気立つしょ、うん、前時間来た松田がそこぐるっと回ってさ踏切越えのさでここに来たわけ、ここは変わらない。でこれをこっち側なの、こっち側海本当のあの旧カニタよ。まあ、そっちとなかった。そっちなかったか。でこれ上がるわけよ、うん。それと前田スターがあるわけよ。ああ、なんかあった。そこでいつもうちら休憩しておしっこしましたよ。そうそうそう。あ、ドラッグストアもできた。すぐ入ってすぐ答えあんだな。ここが前田ストア。うん。たこ焼きでも買ったよ。よらねべ？さっき言ったもんな。ちょっとか。でこれを通過。おお、混んでるね。前田ストア。ここ前出すとは。入ってそんなにそのことはあのあれやったよ。あのさ、たこ焼きだから。そうそうそう。これまっすぐ言うとあの十三個です。バイバイ。十三個でいいの？うん。あ、じゃあこれで。あ、そっち回ると帰ってこいねえけど。こっち回る。タピ行っちゃうと。はい、これはと、あのトンネル。なんだっけこれ、中山トンネルだか。何のねこれ。こちら。あれ、これでね、もう一個あるトンネル、長野が。これじゃね。これじゃね。もっとあるの長野が。お、トンネルも1本目。これがメイントンネルです、確か。これがな山並みトンネル。これが長いのよ。それは。暗い。目が疲れる。山並みトンネルだった。山並み、うん、長いトンネルっしょと思ったらもう終わりだけど、これはいい。もう一本ぐらいあるんだけど、いいバカ。これ全部泥埋めってるな、ここな。だって今見た道路地震でもあったんだかって、これすげえ埋めってるわけ、この辺。これ地盤がこれやばい、ここね、山だもんな。車っていうか道路埋めってる。おまさ行くとみんなもね、ね。地盤もあんねんね、地盤もあんねんね、これなんかおかしいなっていううねってて、今のすごいな、もう言ったよ、うねってて、まあ騙さってよかったんけど、おう、あ、コーナンバス、あらー、コーナンバスのマイクロコーナンバス、ガタゴタ走る、まあ、風も強いな、この辺は風、ただいまのバスは江南バスです、江南バスの古いバス、ちっちゃいバス、何人乗れば、はい、マイクロバスだ、いったったザバスはオンブロルこの道をガタゴタ走る、うそもそも今の状態だじゃん、ガタゴトではねえからな、
お、四歩四歩。財務じゃない。財務じゃなくて。もっと綺麗。え、か財務じゃなくて。うねってる。うん。ロデオがよってか。あんでなかったよ。あ、前フォレスターで来たんだよ。撮ってる。来てる来てる来てる。フォレスターだとあれさ、足が硬いから、あの細かい振動拾うんだけども、こういう道ではビタッとあんたつらいよ。あの車はさ、バネ硬いのよ。なんでこうならねえのよ。初めてだ、こんなこんなにボンボンボンとだの車が乗って、なんで行っちゃえばや、座る前に3年で動かんたくる。